地図は行き止まりばかり、迷路みたいで、きっと誰もが傷つきながら心に書きかけて泣いているんだろう。いつも強がって自分を奮い立たせ、溢れる人混みの中、遠い空見上げてた。過去の言葉より未来のノートを開こう。つまずいた分だけ少しずつ進む進む。